ンポン。眠い、お前服装どうした？いや、ちょっと寝不足で。寝不足だから寝る気満々の格好で学校来てるの？バカなのかい？ああ、眠すぎてまぶたと背中がくっつきそう。そこに行かれるわ、ボケ。そうでもないですよ。気持ち悪。ねえねえ、私、寝るね。元気いっぱいに何を宣言しとんねん。撮影中や、ちゃんと起きろ。って寝るの早っ。しかも直立してねんのお前、たくこいつはなんなん。まだ撮影中って言っとるのに気持ちよさそうに寝やが。気持ちよさそう。白目怖すぎやろ。まぶた閉じろや。てかこのままじゃあ風邪ひくな。毛布毛布。よいしょっと。まあこれでええやろ。ああ、時間空いてしもたな。なんか静かに時間潰せるものあった。てめえ、なに。気づくですよ、先輩。嘘でしょ？明らかに違う声を出すんじゃねえよ。うるせえ。お前がうるせえ。影分身の術。おいおい。先輩、どうした？あれに触れると爆発するので気をつけて避けてください。いや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 、何その弾幕ゲーみたいなくだり。にゃあ。よく寝た。あれ、どうしたんですか？お前寝相悪いってレベルじゃねえぞ、こら。ピンポン。必死にダイエット中すぎ。誰がそんな体型気にしてるように見えるって言ってみ。ほんとすみません。ただいま YouTube で苦手なものアンケートしております。ぜひご協力ください。はい。だって暇でしょ。喧嘩売ってんのか。協力してくれた方には無れなくご褒美をプレゼント。一世代前のプレゼント来た。ははははり。おお、元気いっぱいでちゅね。ファービーってそんな声だったっけ？やりたい人。そんなんで釣られるやつがどんだけ。はい。めっちゃクリアン。あ、顔出し NG 的なやつですか？それならモザイク対応も完璧なのでご心配なさらず。どこにかけとんねん。背景はええねん。これフリー素材だから顔にモザイクかけろや。では。おい、目線に入れろ。目線に個人名を書くんじゃねえ。ではアンケートいきます。マジかよ。第1問、アンケートでお気づきの点やご要望はございますか？まだ開けてねえんだよ。第2問、あなたの苦手なものはパイナップル。イエスオアノー。これ1個ずつ苦手なものかどうかを回答してくの？苦手なもの。イエス立てるので終わりまてん。クソめんど。ノーや。第3問、あなたの苦手なものはパパイヤ。イエスオアノー。なんでパゼメ。ノーや。第4問、あなたの苦手なものはパセリ。イエスオア。はい。めんどくさくなってんじゃねえよ、しばくぞ。第5問、苦手なものなんですか？最初からそう聞けよ。はい、ご協力ありがとうございます。こちら在庫処分品のファービーです。今お前在庫処分釣った？ほい、ほなさいなら。これどないすんねん。どうぞ。キャーコミー。まあ、ええか。ピンポン。あれ、あ、しゃっくりや。お、やってんね。何もやってねえよ。しゃっくりですか？ああ、ゆっくりさせると止まるって言いますよね。まあ、せやな。じゃあびっくりさせますね。はあ、せーの。見慣れすぎて何の感情もわかんな。お前らうるせえ。後ろ向きに歩くと止まるってのも聞いたことあります。ほんまかいな。まあまあものは試しで。まあ、せやな。じゃあ行くで。おいおい、俺の胸に飛び込んできてどうしたんだ、マイハニー。あいた、ごめん。治らんな。ですね。あかん、このまま100回しゃっくりしたら、うち死んでまう。やだ、死なないでー。おう、なんや、びっくりしたな。あかりちゃんがいなくなったら私は誰に寄生すればいいの？寄生すんな、やめろや。あ、止まった。わー、よかったです。まあまあ、私が本気を出せばこんなもんですよ。これもこの天才先生のおかげ。聞く。にゃー、早くしゃっくり止めてー。真珠。線香花火の儚さって人生と似たようなところありますよね。なぜ今その話を。